時空航海日誌05××。ビヨンダードは悪魔のような少年と彼のネットナビに支配されていた。だが私キャプテン黒ひげと同志チロルはめげない。一度は敗北を喫したが、この次は必ず倒してみせる。光ネットとロックマンを。また見たいリアリング。目指すは倉庫の管理システムだ。了解である。我ながら見事な作戦服。これで超巨大コピーロイドが作れる。プク、えへへへへ。大きいことはいいことだ。プク、わからない。黒ひげとチロルはどうやってコピーロイドを手に入れたんだ。タッカタッカパパ、あいつらがこのデーモンデコを盗むのと何か関係があるのかな。ネット、黒ひげたちは何か手がかりになりそうなことを言ってなかったか。あ、そういえば。仕方ないっしょ、材料不足なんだもん。だからせっせとデコ人形集めてんの。材料だって。それだ、奴らはデーモンデコからデコニウムを取り出し、それでコピーロイドを製造していたんだ。デコニウム、何それ。デコニウム、重金属の一種だよ。デコニウムはコピーロイドの制御回路を作るのに必要なレアメタルクロッケルの代用として使えるんだ。デコニウム自体もかなり貴重だが、このデーモンデコにもごく少量使われている。このチップにね。ネット君、ヤイトちゃんからだよ。ネット、大変なの。ネット、ガブゴン社のデーモンデコ製造工場にダイブマンとサーガスマンが。お願い、早く来て。そうか、狙いは原料倉庫のデコニウムだ。さあ、僕の出番つく。管理システム見っけ。今ドアを開けるである。スマートミサイル。あそこプク。おお、やった、デコニウムプク。それでは遠慮なくいただいていくプク。遅かった。もう少し早く奴らとデコニウムの関係に気づいていれば。コピーロイドを作って一体何を企んでるんだ、黒ひげとチロルは。ついに完成したぞ、究極の超巨大コピーロイドが。おっきい、思ってたよりも11倍おっきい。身長58メートル、体重560トン。はっきり言って非常識なまでにでかい。大きいことはいいことだ、プク。顔が2つある。どうして。プラグインすればわかる、プク。バブルマン、何から何までお膳立てしてもらって恩に着るぞ。なんのなんの、悪の総帥ネットとロックマンを倒すためだ、プク。そうだ、ネットを倒してわしらがビヨンダードの新たな支配者になるのだ。さあ、悪党退治に出かける、プク。黒ひげとチロルめ、なんということを。ネットに連絡、同時にディメンショナルエリア展開。了解、ディメンショナルエリア展開。もうこれ以上は俺が許さない。クロックオット、クロック
ってたより11倍でか。ネト君、胸にサーカスマンの顔がくっついてる。ダイブマンとサーカスマンが一つのコピーロイドの中に入ってんのか。来たか、ネット。合体ダイブサーカスマン、待ちろだぜ。いっちゃっしょーい。すごいすごい、あいつ手も足も出ない。お前の攻撃など蚊の人差しほども効かぬわ、ネット。どうすればいいんだ。ネット君、僕に考えがある。パパの言葉を思い出して。パパの？デコニウムはコピーロイドの専用回路を作るのに必要なレアメタルクロッケルの代用として使えるんだ。制御回路を破壊すればあいつは動けなくなる。そして制御回路の場所はデコニウム反応のあるところ。分かった、サーチ開始。制御回路、あのパイプの中だ。ギガウェーブでおーる。そのまま握りつぶせ。ネットの最後、ぷくネオバリアブル。うっそー、なにあいつ。大丈夫か、ネット。エンザ、どうしてここへ。あれだけでかいのが暴れていれば嫌でも目に入る。出た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 。合体タイムサーカスマン、一匹まとめてやっつけろ。あーれ、エンザ、パイプだ。ヤツの弱点は口のパイプだ。パイプ？わかった。スマートミサイル！バトルチップ踏み込みじゃん！まずい、キク！制御回路が！動かないのである。今だ！バトルチップビッグバム！内側からの攻撃は跳ね返せないぜ。これに懲りてあいつらも少しはおとなしくなるだろう。だといいがな。ありがとう、エンザ、助かったぜ。悔しい、プク。黒ひげたちを利用してダークロイドの世界を作る計画、いいところまで行ったのに。そういうことだったの。え？あ、悪の張本人はあんただったのね。え？許さんぜー。プク、本日二度目、プク。ダメんじゃないわよ。これからどうする、キャプテン。どうするって、どうしよう。なかなか面白い見せ物だ。あんたはドクター・ワイリー。